ゆきでーす。さあやってまいりました、ゆきチャンネルの時間でーす。はーわー、今日このゆきチャンネルセッティングはしてみたものの、何をやるかっていうのは聞いてないんですね。なんかきっとここから何かあるんでしょうね、きっとね。なんかそんな気がしてくるんですけど、何やるんですか今日は。何を今日はですね、はい、これやってみたいと思います。はい、なんかちょっとこれやってみましょう。ちょっと見えたんですけど、これさ、はい、私辛いの苦手じゃん、これ。あー、見たことあるこれね。はい、ペヤング の極激辛の焼きそばでしょ。はい、見ればわかるわ。だってこれよく見かけるもん。でも絶対目をそらしてきたものです。私辛いの苦手なんですよ。はい、でこれが韓国のさ、これもよく見かけるブルダック炒め麺、これと2つで、韓国のブルダック炒め麺とこれ2つ渡されたってことは、はい、今日は韓国の辛い麺と日本の辛い麺、どちらが本当に辛いのか選手権。はー、お願いします。うわー、お願いします。皆さんお願いします。皆さん食べたことある、食べたことある方多いかな、どうなんだろう。今日はチャレンジコーナーってこと。チャレンジコーナーです。チャレンジコーナーってこと。でこれ私どっちももちろん食べたことはないですよ。はい、見たことはあるけど、見たことあるけど食べたことはない、この2品にチャレンジしてみろということなので、じゃあ作って食べてみようじゃないか。うわー、怖いぞ。だってこれ書いてると泣けるほど何辛みが強いので、小さなお子様や辛みが苦手な方の喫食には十分ご注意ください。だって開けてもう見ちゃうよ、はい、もう開けてお湯入れるんでしょ。あ、説明書き大丈夫か。大体普通に作るよ、この極激辛。これ絶対辛いでしょ。別に辛いと思うもん、はい。僕も食べたことはないんですが、これ山口君もないんですね、はい、山口君はね辛いので大丈夫なんですよね。辛いの大丈夫な方は全然ペロッと食べちゃうんじゃないかな。本当に辛いものがあまり得意ではない西尾さんが食べてみて本当はどっちが辛いのかっていうのをちょっと検証していただきたいと。任せてくれ、私が代表して検証するぞ。はい、作ってみよう。食べてみないと分かんないもんね。どっちにしたってこれ辛いことから食べてみます。でこれ後で入れるやつですね。でこれをはいセッティングして、はいこれセッティングして、でこれはこれさ、カップラーメンみたいに普通になってるんですけど、炒め麺って書いてるから、炒め麺って書いてるから、実はスープが入ってないってことですね、きっとね。あ、そうなんですね。これ焼きそばみたいな感じになるってことですか。そのようです。あ、これ絵を見ていただくと、なんとフライパンで炒めたみたいな絵があって、ここに湯切り口がある。ここからお湯を出すみたいです。へー、ますます楽しみです。ますます辛そう。もうちょっとよだれ出てくるよ。いいね、なんかこの韓国の言葉も書いてますよ。なんて書いてますか。全然わかりません。はい、そして先に入れるのか後に入れるのかも、これ海苔だよ。私のお仕事はここまでです。いや、食べるとこまでです。本当にどちらが辛いのか本当に検証してみてください。はい。じゃあここからはこの2つにお湯を注いでいきたいと思います。行ってみよう。はい。ということで湯切りが
終わりまして、まあ普通にスムーズに湯切りが綺麗にできまして、あー焼きそばカップ麺の香りだなっていう感じ。これも同じく、これ割り箸の先端でちょっと穴を開けて、ここで湯切りをゆっくりしてしっかり湯切りしてきました。あとはもうこのソース入れるだけなので、はい、もう素早くいってみましょうか。これね、だってもうここまで来たら皆さんに味をお伝えすべく、私の、はい、今日はお仕事でございますから、はい、もう一度見ていただきましょう。この色ですよ、極激辛ソース。もう辛いのがもう見えてるじゃないですか。はいはいはい、来ました来ました。あ、でも色は素敵な色ですね。あ、いい香りよ。あ、美味しそうな匂いしますよ。え、いい香り。あ、これ辛くないですよ絶対。これいけるかもよ。すごい、もう美味しそう。ちょっとかき混ぜよう。イメージ的にどうしました。いや、気のせいかな、気のせいか、気のせいだ。イメージ的に、なんか日本の方がちょっと大丈夫そうな気がしない？匂いはどんな感じですか？いや、匂いはね、いい匂いだよ、うん、あのソースの香りが今一番すごく強く伝わってくるんですけど、でもなんか香辛料の香りもほのかにしてくるし、普通の焼きそばですよ。私食べれるかもしれないこれ。普通の焼きそばじゃない？これ普通の焼きそばですよ。普通の焼きそば。え、でもさ、ちょっと待って待って待って、これ食べる前に私案外芋あんまり強くなくて、なんかちょっとほら辛かった場合の方なんかこうないないの、こうなんかほらヨーグルトとか牛乳とかなんか、そっちの韓国の方も行ってみましょうよ。これ作っちゃう、はい、先に。そう、先生これも上級このソースね、来ました。韓国語で書いてるから分かりません、どのぐらい辛いかも分かりません。ちょっと、あ、なんかめっちゃドロッとしてる。ほらめっちゃドロッとしてる。あ、これ色味的にはかなりこっちの方がやっぱりちょっと、あー、色が結構もうすごいドロドロです。さっきの焼きそばとは全くちょっと様子がおかしい。で、これがなんかふりかけ、あ、これごまと海苔が入ってます。これをかけるでしょ。でも見た目はめちゃめちゃ美味しそうですよ。うん、見た目普通。で、これだって絶対、あ、なんか太め。色はさっきより、今きっとこれ絶対すごい色してます。中見えますか？ほら、なんかすごい真っ赤です。え、でもこっちも美味しそう。あ、いい香り。なんだろう、コチュジャン、コチュジャンのようなちょっと甘い香りもします。じゃあこれはちょっと後半にしましょう。で、これを、まあ、今も混ぜちゃったんで、ちょっともう熱いうちに食べたいから、なんかちょっとドリンクか、なんかこうってなった時、こう飲む、こうなんか牛乳とか、こうヨーグルトとか、大丈夫です。お願いします、ください。ヨーグルトください。西尾さん大丈夫です、普通の焼きそばなんで食べてみてください。ください、ください、食べてみてください。本当に？はい。では胃を消して、これ私食べいけると思うよ。はい、いただきます。ご飯食べる前に食べ息出るってどういうことだろうな。はい、行ってみましょう。辛いな。辛い。あ、もう一口目食べた
た瞬間からもう喉のこの流れでわやーってなってる。だけどコウロウさんが涙が出てくる。息吸うと全て辛いのははーいってやってくる感じ。あ、はーいって感じだったらまだまだ大丈夫です。これ一回ちょっとヨーグルトをいただいてもいい。もう、もうヨーグルトは、はい、でもチャレンジして、ちょっと待ってください。これだって涙と鼻水が出てくるよこれ。美味しいでしょ。美味しいと思います。美味しくて涙が出てきますこれ。あのね、とってもね、ちょっとやみつきになるけど、はー、これね、辛いね、すごい、もう口中が全部辛い。目覚めた、すごい目覚めた。西尾さん、西尾さんの中で辛い度数が10としたら、はい、マックス10としたら、はい、日本の辛い度数どれぐらいですか。私、え、9じゃね。9、あ、結構辛いですね。唾液が出てきたものも全て辛い。あの空気が吸うのも辛いで、あのもう時間を置けば置くほど全てがもうやられてますね、この辺。これ誰かのモノマネですか。なんかケルトナイトみたいな、もうなんかケルトナイトケルトナイトですよみたいな。皆さんこれ食べるときはハンカチをご用意ください。からヨーグルトが欲しいです。韓国の麺行ってみましょう。こっから、はい、このままこのまま行ってみましょう。本当に辛いよこれ。これもっとじゃ辛いんだ。ちょっと待って、ちょっとティッシュもらっていい。ティッシュティッシュ。鼻水出てくる。なんで鼻水とさ涙出てくるの、なんで。それでは韓国麺の太麺の方お願いします、はい、太麺ちょっと見て。ちょっとありえない、なんか寒くなってなんで鳥肌立ってんの、なんで鳥肌立ってんの、どうして鳥肌立ってきた。体がおかしくなってきたよ。こんなんある。それでは、やだ、行ってみましょう。いやだ、辛い、絶対辛いもん。皆さんもご一緒に行きます。うん、まだほら、はい、はい、思ったより甘みがちょっとある。あれ、あのコチュジャンみたいな甘辛ソースみたいなのがちょっと絡まった感じで、さっきより、あー辛いけどなんか辛さがちょっと違って甘みがあるんだよねこっち。私こっち食べれるかも。こっちの方がすごい辛いと思いきや、この麺が、この太麺でちょっとこの色味が
ちょっと赤身なんだけどめちゃめちゃ辛そうに見えて、実はなんか見た目と違うこの甘さがあるよ。おいしい。あれ？これおいしい。こっちよりこっちの方が辛くない。私はこれ9にしたけど、なんならこれもしかしたら5かな。 5か6ぐらい。おー、なんかあこっち食べてから食べたからかな。じゃあもう一回日本のやつ行ってみてください。もしかしたら韓国の方を食べて日本のやつ食べると辛くなくなってるかもしれません。そういうこと。はい、もう一回じゃあ行ってみますね。辛い。やっぱりこっちの方があのファイヤーってなってくる。もう口の中がもう全てがわー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 っていう感じ。ごちそうさまでした。いやこれさ、もう辛かったけどなんか美味しかったよ。え、ダメ？全部食べていただかないと。辛いよ。これ全部食べれないから、はい、今日はこの辺で終わりたいと思います。でも、今回の検証は私西尾行きはどっちが韓国と日本どっちが辛かったかって言うならばこっちが辛かった。日本が勝ちました。辛い、まだ口が辛い。もう終わろう、助けて。楽しかったよっていう方はグッドボタンを、そしてコメントもお待ちしております。では皆さん、ヘバナー、念願のヨーグルトをお渡しします。やっと、嬉しい。いただきます。もうね、唇は本当に大変なんだから。いただきます。飲んだら全部食べてくださいね。え、全部？はい。はい、いただきます。うん、あ、食べる。